はい、えー、12月になっちゃいましたね、早いですね、今年も終わりますね。で、今回はですね、あの日本とスペイン戦ですね、まあ日本がね、スペインに勝って、えー、ワールドカップ、えー、決勝トーナメントということで、まあご存知の方いらっしゃると思うんですけど、このスペイン戦でですね、まあ疑惑のシーンがありまして、結構もあの話題になってると思うんですけども、まあ写真の方を持ってきました。で、一応、そのな,なぜ、あのこれが OK になったのかっていうと、 その機械判定ですよね機械判定したところあのなんか VAR 判定ですかねそれでなんか1ミリ残ってたみたいな、うん、なんかそのだから OK みたいになったっぽいんですけどもただその写真のね撮り方見方によってはまあうんいや出てるやんみたいな <laughs> それでなんかスペインのメディアがいや いや、それは、これはどうなんだみたいな、なんか騒いでるみたいなんですけども。まあまあまあ、結果としては、なんですかね、その審判が判定しても、なんだ、ジャッジメントされているので、まあ、多分、まあ、覆るってことはないとは思うんですけども。まあ、何が言いたいのかっていうと、今回のね、事例で何が言いたいのかっていうと、まあ、写真を見ればわかると思うんですけども、その、やっぱ見方によっては、こう出てるじゃないですか。 で多分あと多分ですよ、機械判定するときも、どこのコンマで判定するのかっていうとこでもあると思うんですよ。でもまあ、でも機械だから、まあ、コンマなんで、刻んで判定はしてるとは思うんですけども、でもその写真の見方によっては、多分もうこれ出てるよね、みたいな、ね、写真のそのポイントですよね。うん。だからその見方、どこで見るかによって、だから、なんだ、斜めから見るのか、 まっすぐなラインで機械のバリにまっすぐ上から線貼ってみるのかによってやっぱ見方は変わるんじゃないかなと思うんですよ。明らかに横から見ると出てるように見えるけれども、真,真上から見るとね、この線を、しかもその線をこうつけてね、そのラインの線をつけて、まあ人間じゃ見れないようなもう本当に性格的な線で見ると本当に1ミリ入ってるのか入ってるみたいな感じに見えるし、まあ見方によってね、要は 結果が変わるというか、見方によって、うん、捉え方が変わるっていうね。うん。で、まあ、これはまあ、ちょっとサッカーの話で、まあ、直近だった話なんですけども、僕もね、ビジネスをこう、いろいろ勉強していく中で、分かったことがあって、で、その分かったことを今回ね、ちょっとシェアしようかなと思うんですけども、要は、あの、成功してる人と成功してない人の違いっていうのが、あの、何なのかっていう話で、その成功してる人たちっていうのは、 うんじゃあそのですかねその成功者一族に生まれてその成功するために、えー、極秘情報を手に入れたから成功できたのかっていうわけではないじゃないですかまあ一部の人はね生まれた瞬間からその経営者の息子でそのなんかそのそういう教育を受けてきてねすごいそのお金をかけていろんな教育を受けてきて育ってそして成功。 起業して成功したっていう人も一部はいるかもしれませんけどもまあ大体は普通の一般家庭に育ってるじゃないですかねうん例えばあ僕がその尊敬している松下幸之助さんとかあとね稲森和夫さんは今年亡くなられちゃったかなまああの一般の家庭ですよねうんなんか松下幸之助さんとかはそのデッチ奉公に出て、まあ、貧乏で 中学校からデチボ奉公出てたみたいな,なんかそういう話もありますけども基本的になんか成功者のヒストリーをこうなんか見ていくと、まあ、ほとんどそうなんか恵まれていない国だ恵まれてない状況まあその成功するための英才教育を受けてきたわけではないんですよ。うん、でじゃあなんで人とのその違いが出たのかっていうと。 まあ一番最初の話に戻る部分もある、戻るんですけど、そう、ものの見方なんですよね。同じ環境、同じ世界、同じ状況を見てる、景色を見てるわけじゃないですか。同じ景色見てますよね。その人だけ、なんかその、見えるものが違うとかね。まあ、たまにその、霊媒師の方とか、見えないものが見えるとかあるんですけども、まあ、そういうのないじゃないですか。見てるもの一緒ですよね。環境も大した変わらないと。だけど、違いが出ると。 でそれなんで違いが出るかっていうと、どの角度で見ているのか、どういうふうに捉えているのか、どう受け取っているのかっていう、この違いがその差をあの出してるんじゃないかなと。昔ね、ジェームス・スキナーがね、有名な言葉で、違いをもたらす違いだよ、みたいなね。これ結構有名な言葉なんですけど、違いをもたらす違いっていうね。でこれ、違いをもたらす違いって何なんだろうってね、いろいろね、僕は考えてた時期があるんですけども、まあ、うん、あ、ここだろうなっていう。要は 違いをもたらす違いっていうのはその見方なんですよね。だから今回のまあサッカーの話につなげるならばどこの角度で見るかによって違いが出ちゃうわけじゃないですか。どこの角度で見るかによっていやこれは出てない。でも一方の角度で見るとまあ確かにちょっと1ミリ入ってるよねみたいな。本当に1ミリですけど入ってるよねみたいな。 うん、多分見方、見方角度によって違いが出ますよね。スペインのところはメディアで、うわあこれはご、ごしいな、みたいなね、騒いだったりとか。なんか日本は、うわあこれはすごい、奇跡だ、1ミリ入ってる、みたいなものの見方だし。でも、その、それによって全然違いますよね。うん。だから、まあ、うまくいきたいとか、成功したいとか、なんか、お金稼ぎたいっていうことであるならば、その見方を変える、角度を変える。 っていうのが大事かなと。受け取り方を変えるっていう。昔ね、ナポレオンヒル財団に入ってる人とお話ししたことがあるんですよ。成功哲学みたいなね。あのー、あるじゃないですか。ナポレオンヒルあの。思考は実現化するみたいな。で、その財団に入ってる人と話したことがあって。で、その人が言ってたのが、あのー、受け取りの法則をマスターしないとダメなんだよ、みたいなこと言ってて。<laughs> なんかいろんな法則があるんだ、みたいな。 いや受け取りの法則を分解するとどういうことかっていうと、まあ、今話したようなその同じ状況同じものを見てるんだけどどう受け取るのかどの角度で見るのかどのように捉えるのかなんですよそれによってその受け取る量だったりとか受け取る価値だったりとかそれが変わってきてしまうとだから目の前にチャンスはあるんだけどそれを受け取れないんだったらチャンスにならないですよでもそれを受け取れる人はチャンスと感じることができるんですよね だからそういう違いが結果に違いが出てくると。で、それはそうですよね。目の前にチャンスがあると思ってる、受け取れる人と、目の前にチャンスなんかねって思ってる人じゃ、その後の結果って変わると思いません、ね、だって、B さんはね、チャンスと思えるわけじゃないですか。チャンスとして受け取れ、その現象をチャンスと受け取れるわけじゃないですか。逆に一方、A さんは、それをチャンスと受け取らず、いや、なんて俺、 なんで俺だけこんなついてねえんだとかね運がないんだとかねそういう捉え方をしているじゃあ A さんと B さんの違いってで絶対出ますよねうん一つのじゃあまあその失敗してしまったっていうね失敗してしまったっていうことに対して A さんはなんで俺だけこんないつもついてねえんだ俺の人生なんか終わってるっていう受け取り方ですよねじゃあこの B さんはあこれってもしかしてもしかするとみたいなね まあ、エジソンじゃないですけど、俺は失敗してね、みたいなね <laughs>。成功するための何かを探してるんだ、みたいなね <laughs>。まあ、そういう捉え方、受け取り方でしたね。エジソンの有名な話で、1万回の失敗がどうの子のっていう話で、いや、俺は失敗してねえんだよ、と。なんかそういう受け取り方をしてるわけなんだけども <laughs>。あれ結構極限ですよね、エジソンのあの言葉っていうのは。うん、エジソンの言葉は何でしたっけ ?1 万回のエジソン。あれも究極系だったんですけど <laughs>、うん。 うまくいか、失敗ではないと。うまくいかない一万通りの方法を発見した、では発見したと。発見したのだと。失敗ではない。うまくいかない一万通りの方法を方、方法を発見したのだと。そう。だから失敗じゃないんですよね。エジソンは失敗と捉えてないと。あ、こうやったらうまくいかねえんだなと。つまり、うまくいかない方法を見つけたラッキーでってことですよね。あ、これをやったらうまくいかねえんだ、ラッキーみたいな話ですよね。あ、つまり、じゃ違うことをやればいいんじゃんと。 あこれはうまくいかないと。こういうふうにやるとダメなんだと。ラッキーみたいな。うまくいかない方法を発見したぜ。お、うーみたいな話ですよね。ポジティブですね。ポジティブ <laughs>。でも、こういうことなんですよ。あの、違いをもたらす違いって。うん、僕はね、僕はそう思います。あなた、まあ、その、ジェム・スキナーの違いをもたらす違いって、を知らない人もいると思うんで、あれなんですけども。まあまあまあ、けあの、 なんだ、まあ、お話の中でね、まあ、成功してる人たちがその全部ね生まれた瞬間から環境がその成功するための環境で成功するための英才教育を受けてきてっていうわけではないっていうことは分かりますよねみんな同じものを見てきて大体いい変わらないものを見てきてだいたい一般家庭に生まれてね変わんないですよだけどそ,のそれが違うんですよねうんそう例えば何かよくなんかあの夢を叶える人とかもなんかガキの頃ね あれを見て、なんか、うわ、これだーっていう受け取り方ですよね。もう強烈に、これだこれになろうみたいな強烈な受け取り方をした人っていうのは、その後大人になっても多分それを目指して、それを叶えるっていう人、結構こういうサクセスストーリーも多いと思うんですよ。強烈に受け取ったってことですよね。強烈にね、これだと。絶対これになるみたいな。宇宙飛行士だ,だみたいな。絶対だみたいな。 そう,そうモうリ利さんの話もね、モ利リーさんの宇宙飛行士の話も面白いんですよ。モ利リ利モーリー誠、宇宙、宇宙飛行士、えー、物語。なんかね、なんかね、面白い話があるんですよ、モ利リーさんの。なんかね、あのーな、なんか、なんか忘れちゃいましたけど、なんか、なんすかね、なんか面白い話がありました。話したいんですけど。 うん、なんかあのー、なんかあるんですよ毛利さんの面白い話がえそ毛利さんそんなことしてそんなことして宇宙飛行士になったんだみたいな <laughs> なんかねあったんですよねそうそうなんか試験の話だったかな結構面白い話があるんですけどまあすいませんなんかそう知ってる方はあの話だなと思っていただけないんじゃないかなと思うんですけどうん まあということで、まあ、あの今回ね、サッカーのこの判定をもとに、あのまあ見方によってはね、入ってねえじゃねえかとかね、見方によっては 1mm 入ってるみたいなね、あるとは思うんですけども、まあ、成功したいとかね、稼ぎたいとか、なんか人生変えたいって思うんであるならば、まあ、見方、どこで見るのか、どうやって見るのか、どう受け取るのかっていうところが結構大事だよっていう、てかまあそこがキモいだよっていうお話でした。参考になればなと思います。では終わりたいと思います。ありがとうございました。